しのがちゃんと授業受けてるか様子見に来たけど。はい、織田信長です。真面目にやっとるやないか。これは全権撤回、めちゃくちゃ内職しおるやん。よし、これで数学の宿題終わり。まあ宿題とか多いと大変やからな。じゃあ次は配信でもするかな。配信？なんで内職する雰囲気で配信始めようとしてんねん。これでよし。いや隠せん、教科書じゃ無理やから。はい、というわけでね、始めていきたいと思います。声が出てるんよ。だからなんでそれでいけると思ったんや。こらそこ、何こそこそ喋ってるんだ。ほらやっぱりバレたやん。ちゃんと私のコメントも読みなさい。いやあんたリスナーかい。すいません、もっとリスナーさんの満足度高めます。ちゃうお前も返し間違っとるから。先生のコメント読んだら平常点あげるよ。先生は敵なん？味方なん？返答どうしよう。真剣ゼミでやったとこなのに。真剣ゼミの守備範囲広すぎんか。赤ペン先生に今度聞いとこ。赤ペン先生困るやろ。微妙な空気になっちゃった。何話そう。大ミス。なんで配信始めとんや。あ、スパちゃん。じゃあこれ田中。ありがとう。私の名前田中じゃないよ。謎の連携プレイで誤解が生じとるんよ。ほんでこのスパチャ投げとるの先生やないか。ごめんね塩崎先生と。ネットリテラシーゼロやん。本名出したらあかんのよ。先生もコメント欄で授業すなよ。敵は指示中が湧いとるんよ。待って、もうちょっと考えるから。考えて出るタイプの問題じゃないよって。こいついつまで配信続けるつもりや。内職じゃあるまいし。はあ、配信閉じて数学やります。あ、これちゃんと内職のつもりやったんか。傷を叶え